100円ショップセリアのミニチュアランプー。はい、皆さんごきげんよう、ジョニーズリーです。ショート動画ですでにご紹介済みですが、黄色いジャージを買っちゃいました。サイドに黒いラインが入ったジャージ。もちろんイメージしているのはブルース・リーが映画死亡遊戯の終盤のバトルシーンで着用していたトラックスーツです。これアマゾンで送料込みで3000円弱で買えるんですけど、レビューに大きめと書いてあったのでワンサイズ小さめを買ったら、本当に小さかったです。そんなことはさておいて、今回ご紹介するのはこれですよ。あれ?明るすぎて色が飛んでる。これならわかりますかねー。ライトつけない方が見やすいですねー。非常口を案内するサインランプです。皆さん、こういうの好きでしょ?100円ショップのセリアで見つけました。それではご覧くださいませ。どうぞ。100円ショップのセリアで税込み110円で売っていたので買ってみました。非常口はこっちですよのランプのミニチュアのおもちゃです。裏側に電源スイッチがあります。スイッチオフ。スイッチオン。実はこれはすでに中に若干の加工をしてあります。こっちが買い足したばかりの新品です。非常口誘導灯の他に使用中も買ってきました。ポニーという会社が輸入しているようです。使用中の方を開封してみましょう。このおもちゃには電池が入っていないので、別途 LR44 ボタン電池が2個必要です。そこでセリアで2個で110円のボタン電池も一緒に買ってきました。ここのスイッチを上に上げると点灯します。中央部分だけ明るくて、周囲が暗いため、陽という文字が見えづらくなっています。先に購入して加工した方は、そのあたりを若干見やすくしたんですよ。この人のマークのところが明るすぎて色飛びしていたんです。後でお見せしますが、内側にクリアのレジンを充填して、光が拡散するようにしました。でもレジンよりももっと簡単な方法がないかなぁと思ったのでその辺を工夫してみましょう。分解すると中はこんな風になっていて、LED ランプが中央に1個だけ設置されています。ここだけが光るので、中央部分だけが極端に明るくて、端の方が暗くなるんですよねー。こんな感じに光が広がればいいのですが、そこでセリアで一緒にこんなものも買ってきてみました。透明なゲル状の粘着テープです。これをレジンの代わりに中に貼り付ければ光が広がらないかなぁと思ったのですが、どうですかねー。ハサミでカットして内側に貼り付けてみましょう。粘着テープは光が広がるのを期待して、厚さが2ミリもあるタイプを買ってみました。幅が2センチで厚さが2ミリです。これをとりあえず裏側に貼ってみますか。こんな感じに当てて、この状態から、中央部分をぐっと奥の方に押し付けて貼り付けてみます。こんなんでどうでしょうか。まずはこの状態で裏からライトを光らせてみましょう。さっきよりは陽の文字が見やすくなった気がします。ライトを消すと、こんな感じで、ライトがつくと、まだ陽の文字が見づらいですね。もうちょっと光が拡散しないかなー。そんなわけで、透明なテープを LED ライト側にも貼り付けてみましょう。とりあえずこのくらいで試してみます。これを LED に貼ってみます。こんな風に貼り付けて、組み立ててみます。ちょっときつくなりますねー。でも、無理やり押し付けてみます。ライトのスイッチオン。ああ、さっきよりはさらにマシになった気がします。
このまま組み立てちゃいましょう。やっぱりちょっときつめですねー。ネジ止めしちゃいましょう。やっぱり両端の方が暗いなー。でも、最初よりはマシだから、これはこれで完了。次はこの非常口の新品を見ていきましょう。これも電池を入れます。これがノーマル状態のライトの光具合です。ノーマルは人の絵柄が白飛びしています。加工済みの方がだいぶいいですね。並べてみると全然違うでしょ？右側の加工済みの方はどんな加工をしたのかと言いますと、バラして中を見てみましょう。こんな風に裏側にたっぷりとクリアのレジンを入れて固めてあります。LED ライトにもレジンをつけてあります。光が拡散してくれることを期待しました。ただ、レジンを厚く盛りすぎて中がかなりきつくなってしまいました。そのため無理やりネジ止めしたら、電池の接触不良がたまに起きるようになっちゃいました。あと、映像では見えないかもしれませんが正面のパネル部分に亀裂が入ってしまっています。そこでレジンではなく透明なゲル状両面テープを今回は使ってみたのですが、この新しい方にゲル状両面テープを貼ってみましょう。さっきよりは人の絵柄の部分が白飛びしなくなりましたね。レジンバージョンと比べても悪くありません。以上でセリアのミニチュアサインランプの見え具合を良くする工作は完了です。はい、ココリコ田中です。いかがだったでしょうか？ノーマルよりは見やすくなったでしょ？え？こんなの全く興味ないんですけど、ですって？まあ、そうでしょうねー。皆さんのご興味はトイガンですものねー。だったらこれを覚えていらっしゃいますか？ライフカードピストル。スポンジ弾を飛ばすしょぼいトイガン。一度、ヤフオクに出して手放しちゃったんですけど、またゲットしちゃいました。ギミック的にはカード台の大きさのものが展開してピストルみたいな形になるんだよね。コッキングして、空気圧で極小のスポンジ弾をロローンって飛ばすやつ。まあ、しょぼいんだけど。こういう変なおもちゃってなんかいいよねー。弾は飛ばなくてもカチャカチャしているだけでも面白い。こういうのでガスガンとか出たらいいのにねー。このサイズでのエアコキは正直パワー的に全然飛ばないじゃない。まあ、今さらライフカードピストルのレビューをもう一度やるつもりはないけどね。そんなわけで、今回の動画はトイガンファンの皆様にはあまり面白くなかったよね。ごめんねごめんねー。Don't feel sick.